週間の天気をお伝えします。この週末は寒気の影響を受けて大気の状態不安定になりやすく、ざっと雨が降る可能性があります。土曜日と日曜日比べていきますと、日曜日の方が雨が降りやすくなりそうです。土曜日は日差し届くところ多くなりますが、にわか雨、天気変化には気をつけてアウトドアなどお楽しみください。来週明けは北日本から東日本にかけては雲が広がり、すっきりしない天気が続きます。一方で西日本は1週間を通して晴れる日が多くなります。予想最高気温は25度を超えて夏日となるところが多くなりますが、過ごしやすい体感となりそうです。北日本から東日本にかけても大きく冷え込むタイミングや暑くなるタイミングなどはなく、この時期らしい体感が続きそうです。沖縄は週末から週明け月曜日にかけて雨が降ります。強く雨が降る恐れもありますので、最新情報をご確認ください。4日火曜日以降は日差しが届き、天気回復する見込みです。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからご確認ください。